15代目、市村宇左衛門11月5日から1945年5月6日は、大正から戦前、昭和の歌舞伎を代表する役者の一人。野号は立花屋。縄文は、値上がり立花、開門は渦巻。背名に加工がある。本名は、市村六太郎。二枚目や若主役を中心とする、白塗りの立ち役として活躍。 時代を代表する美男子で、そのあまりもの美貌から、花の立花屋と呼ばれた。東京府出身。出生の事情については長らく謎だったが、死後、里見ト,トンが著書、ウザエモン伝説の中で、15代目は、チャールズ・ルジャンドルと池大との間に生まれた、死生児だったという説を発表。現在では、これが、定説になっている。ルジャンドルは、 フランス生まれのアメリカ人で南北戦争では北軍の陸軍大佐としてグラント将軍機下で活躍戦後除隊した後には陸軍巡承に名誉進級されているその後は外交に転じ明治新政府の外交顧問として来日日本の台湾出兵に決定的な役割を果たした人物であるまた池大とは九福違反種で四健康の一人と謳われ幕末には 幕府政治総裁職、維新後は新政府の議定や民部教、大倉教などを歴任した松平義長の諸子である。赤市の島倉1921年7月、東京新富座、島千鳥ら白波。当時の庶民から見れば、雲の上の人のような羊だったかもしれないが、そこは根結の私政治として生まれた者の,の宿命で、数へ四つになると十四代目。 一村うざえもんに養子に出される。厳しい稽古に明け暮れる役者人生がここから始まった。1881年1月、坂東武松を名乗って初舞台。後に二代目、坂東柿津を襲名。1893年7月2十代目、市村柿津を襲名。1903年10月には十五代目、市村うざえもんを襲名した。 市村うざいもんほどの大名跡ともなれば、その襲名工場には九代目、市川段十郎を置いて、他に頼む人はなく、すべてを彼に任せきりにしていたのだが、襲名疲労工業の直前に、その九代目が風をこじらせて休止してしまう。刑事を前にした劇場の死で、幕内は上を下への大騒ぎとなった。誰が代わりに工場をやるのか。 そもそも何を言ったら良いのかと、四人が、カンカンガクガクと意見を戦わせる中、十五代目本人は、至って冷静だった。襲名披露公演の初日の幕が開くと、十五代目は九代目、団十郎の遺影を舞台上手に、そしてやはり半年前に死去した叔父の五代目、小野江菊五郎の遺影を舞台ベタに置いて、本人は、団菊の真ん中に座り、そこで一人とうとうと向上を述べた。 今日では襲名する本人が締めくくりに何とぞよろしくと一言口上を述べることが一般的だが、この当時にあっては、そのようなことはもとより、本人の一人工場などというのは前代未聞の出来事だったが、15代目はいかにも堂に入った様子で、これが大評判となった。直次郎と三千歳、右左衛門の直次郎と六代目、売行の三千歳、雪小屋入や入リアー 選挙区がいよいよ怪しくなり、東京の空襲が日常的な頻度になると、うざえもんも長野県湯田中温泉に疎開することになった。その前夜、国民服に防空付近のいでたちのうざえもんは、一人一毛のない歌舞伎座の舞台に名残惜しそうに立ち続けていたという。うざえもんが再びその舞台に立つことはなく、1945年5月6日に、 ユダナカの老舗旅館、ヨロズ屋でひっそりと死去した。そしてその歌舞伎座も、ウザイモンの後を追うかのように5月25日の大空襲で怪人に返してしまった。母書は東京都豊島区雑司ヶ谷霊園。15代目の不法に接して、6代目、小野江菊五郎は、上手い役者ではなかったが、良い役者でしたと個人を忍んでいる。その6代目は、初代、中村吉門とに、 大正年間に、菊吉時代と呼ばれる歌舞伎の一つの黄金時代を築いていたが、彼らは、うまい役者と評されることはあっても、良い役者と評されることは、なかなかなかった。その意味で、15代目、市村うざいもんの死は、歌舞伎の一つの時代の終焉でもあった。4ヶ月後、ダグラス・マッカーサーの副官として、厚木に降り立った、フォービアン・バーズが、日本の新聞記者に向かって、 真っ先に尋ねたのが、うざいもんはどうしていますかという質問だったという。審判のトップとして、そして何よりも美貌のお山として、花柳正翔太郎は大正から昭和の初めにかけて絶大な人気を誇っていた。その下流が、溝口健二監督に壊れて、映画、残菊物語の主役を演じることになったのは1939年のことである。 同作は、美男で鳴らした、明治の名役者、二代目、小野菊之助の秘伝を描く、実力物だが、その美形の菊之助を東大切手の美貌の小山、下流に演じさせるというのが、未俗児の企みだった。しかし下流にとっては、これが、初めての立ち役であり、彼は立ち役を務めることの難しさをここで痛感する。美貌の下流は確かに絵にはなるかもしれないが、 立ち役としてはどうにも様にならないのだ。その下流が漏らした、なりたいのは、うざいもんという言葉には、同じ美形でもその芸の奥深さが全く違った十五代目、うざいもんに対するため息とも取れるような同型が、言い表されている。実際に、観客はいつもうざいもんに、白塗りの二枚目を期待し、うざいもんはいつも、その期待に応えて、彼らを魅了していた。それがゆえに、 よく言えば、永遠の前髪役者、少々意地悪く言えば、何をやつても、うざいもんなどという、要するに、その美景が彼の財産という評判が十五代目には、修正つきまとった。しかし、それが決して、見栄えだけで芸がないという意味にはならないところが十五代目の、まこっだった。立役であろうと悪役であろうと仇役であろうと、うざいもんが務める役どころにはどこか、 晴れ晴れとした明るい魅力を感じさせるものがあった。それが十五代目の天性によるものだったのか、あるいはその完成された芸によるものだったのかは、意見が分かれるところだが、いずれにしてもそれが他に例を見ない天下一品のもので、あることは、誰の目にも、明らかだった。里見トンが十五代有左門根を、天才を超えた、天品と表したのはこのことを端的に表現したもので、ある。 その美形に加え、美貌と高音の効いた、爽やかな調子の良さが特徴的だった初演の役どころは、どれも傑作ばかりで、今なおその芸風は、エ演の語り草となっている。特に六代目、小野枝以降を相方とした演目は名高い。溶かし姿の十五代目。1930年これら十五代目一代の当たり役は、お家芸、加工集としてまとめられた。 実生活では、極め付きの遠服家で、江戸っ子らしい、粋な性格の持ち主だった。また、周囲の人々に対して、心配りの行き届いた情の深い性格で、多くの人から慕われた。十六代目、市村宇左衛門と十六代目、市村柿津、三代目、市村亀蔵を養子にしている。オペラ歌手の関谷としこは名にあたる。陽光帰りの宇左衛門。 五十四歳の頃華やかさ、自らが持つ天性の華やかさというものを、十五代目は、誰よりもよく理解し、それを億面なく、表に出すのが常だった。あとの名脇役三代目、尾野田たがが初めて、うざえもんと舞台を共にしたとき、若手で、経験の少ない田がの城は緊張して、あのう、私は、舞台でどうしたらいいのでしょうかと尋ねると、うざえもんは笑って、 何にもしなくていいんだよ。どうせお客は俺しか見ないんだからと答えたという。華やかさでは、ディエンで右に出る者はいなかったが、その十五代目も、初代、中村元次郎の存在感にだけは一目を飾るを得なかった。どこまでも、天真爛漫で、茶目っ気があり、いい加減なようで実は緻密な芸に、裏打ちされた元次郎には、自身とは全く性質の異なる、ある種の華やかさがあった。 そんなン次郎を見るたびに、聖駒屋に赤手ねえと十五代目は簡単とも、愚痴とも取れるようなつぶやきを漏らすのが常だったという。花道の五個十五代目は、花道の出で、照明をつけないよう裏方に申し入れることがよくあった。ある時、照明係が、いぶかしげにその訳を尋ねると、十五代目は、俺が出るだけで明るくなるんで、と答えて照明係を、あぜんとさせた。 しかし実際に15代目の舞台は、照明がなくても彼がそこにいると、まるで五行が指すようで、その場の雰囲気が、パッと明るくなったという。15代目は70歳近くになると、シワが目立つから、と、花道の面明かりを実際に止めさせてしまったが、歌舞伎評論家の問いた工事は、ある日照明のない花道に登場した15代目の周りが、ぼーっと発光したように見え、 真っ暗な空間に15代目の白塗りの顔が浮かび上がる奇跡を見たとその著書に記している。名言をオ米旅行中に訪れたパリのリューブル美術館である一角に人だかりができているので一体何かと覗いてみるとそこにはあのミロのビーナスが。しかし15代目は一言手の切れた女にゃ愛用はねえ。反骨精神1940年7月。 日本俳優協会の会合で、うざいもんに会長就任が要請された。これを、うざいもんは、あっしゃー、ごめんこうむるよ。どうしても嫌だ。立ってとおっしゃるなら、あっしゃー役者を止める。鎌倉さんの百姓をしてもいい。とにかく僕は嫌だと振り切った。同席して感動した、古川六波は、僕は一人で嬉しくってたまらなかった。これこそ、市村うざいもんである。 ああ僕は、うざいもんのために何とかしてやりたくなったとその胸の高まりを書き連ねている。ありがとうございます。